どうも、あいちです。今回はですね、今、このチャンネルを見てくださってる、普段ね、利用してくださってる皆さんに、ちょっと案内というか、紹介したいものがありまして、それがサブチャンネルのことなんですけど、おそらく、自分のがね、サブチャンネルを持ってることさえ知らない方の方が多いと思うんですよ。ただ実は数年前からですね、細々とゲーム実況のチャンネルも持ってたんですよね。とある男がゲームをしてみたっていうチャンネルをやってたんですけど、で、今回いろんなことがあって、そのゲーム実況チャンネルの方針をガラッと変えました。で、まあゲーム実況は続けていくんですけど、そこに、勉強の要素の、動画がちょっと入ります。で、その紹介をしたくって。で、何かっていうと、普段、悩み相談のメールももらうんですけど、この問題の解き方教えてくださいっていうメールもたくさんいただくんですね。で、なかなかそれって返せなかったりとか、で、専門数学なもんで、数学の質問が一番多いんですけど、数学って数式入れなきゃいけないんで、文面難しいんですよ。で、返せなかったりするのもあったんですが、まあ、時間見つけた時に、もらったやつを自分が実際解いてみたやつを動画にして、こうやって解くんだよっていうのを動画にしようかなと思います。で、それはホワイトボードで解説をするのではなくって、実際の俺は普通に紙で解くっていうだけなんですけど、はい。なので、まあ、それをサブチャンネルの方で上げていきます。で、なんでメインで上げないかっていうと、クオリティの問題とか、ちょっと再生リストの問題、ちょっとね、いろいろ問題があって、サブチャンの方でやっていくんで、まあ、今見てくださってる皆さんが、それを有効に使うか使わないかはね、人によって分かれると思うんですけど、そういうものがあるんだっていうのをちょっと把握しておいてほしいと。で、まだ1本しか投稿してないので、撮り方とか見え方とかもいろいろすごい問題点だらけなんですけど、これから数を重ねていく上で、こう、なんだろう、皆さんが使いやすいもの、勉強に、なんだろう、しやすいものには一生懸命変えていくんで、こっちも。で、本数が増えていけば、例えば、中2の数学っていうリストを作っておくので、探してさ、タイトルで、どこどこの単元、あ、これどこの単元じゃん、ちょっとやってみようかなって思ってやって、実際みんなの勉強になったらみんなのプラスになるし、まあ、数が増えれば絶対役に立てるものだと思ってるので、そんなものをやっていきます。で、一応、ニーズがないというか、みんなから必要性を感じないなと、みんなが、ね、別にいらないって思ってるかなって感じたらやめますけど、それはすぐ判断するものではないと思うので、ひとまずは数ヶ月続けてみて、まあみんなのリアクションとか反応とかを見つつ、まあ今後続けていくか、時間を割いてね、やっていくのかっていうのも決めていこうと思っております。で、まあサブチャンネルの方は、下の概要欄に、リンク貼ってあるか、この動画の最後にもね、リンク貼っておきますので、まあちょっと見てもらえたらと思うんですが、まあゲーム実況とかゲームの話とかも入ってるし、あとは、こっちのね、チャンネルでプチ相談撮るじゃないですか。で、プチ相談ってやっぱりある程度カットしたのもあるんで、そのカットしてないフルバージョン、ノーカットバージョンを本、あとサブチャン載せたりとか、すげえ緩いやつを載せたりとか、あとは、勉強以外の相談、恋愛系とかね、まあ友人関係もそうですけど、まあその辺の、ちょっと本編じゃない、メインチャンネルでは使えないような相談のやつとかも、まあ、サブチャンで上げていこうかなと思ってるので、まあ、興味があったらぜひ、まあ、チャンネル登録していただいたら一番嬉しいですけど、まあ、見ていただいたりとか、まあ、ちょっとね、基盤など気休めにやってもらえたらと、見てもらえたらと思います。で、ちなみに、チャンネル名はですね、先ほど決めまして、とある男が息抜きしてみたというチャンネル名にしました。これは、ユーザーの方からいただいた、アイデアを何個かね、いただいたんですけど、その中から一番気に入ったのを使わせてもらっておりますので、まあ、このとある男が授業をしてみたもそうなんですが、とある男が息抜きしてみたの方のチャンネルも、もしよかったら、使ってもらえたら嬉しいです。はい、という感じで、以上、紹介でございました。はい、ご視聴いただき、ありがとうございました。